どうも、後藤輝樹です。以前、韓国への輸出管理の優遇措置撤廃について話をしましたけれども、その時に、徴用工問題について、ある種の報復も兼ねて、日本が、今まで優遇していたけれども、普通の状態に戻したっていうことを話したんですけども、よくよく、テレビだとか、ニュースだとか、記事とか見てると、違ってました。単純にその報復措置ではなくて、報復っていうと、韓国の人たちがこう、カーってなって、この野郎みたくなって、WTO に、裁判するぞみたいな形で、もうなんかに、韓国の人が日本製品不買運動みたいなやってますけど、実は全然違かったことが判明しました。当初も言ってたと思うんですけども、報復措置ではなくて、報復措置っていう背景もあるかもしれないですけども、報復措置で、韓国への優遇をやめたんじゃなくて、韓国企業が、そういった、その日本から輸入したものを、本当はこう軍事転用とかしちゃい、軍事転用できるものをこう日本から輸入してたわけですけども、それを、例えば軍事転用をする恐れのある国に、韓国企業が輸出してた、売ってたりしてたっていうことが判明して、それが元で、そういうことをしてる国とは、そういうことをしてるその韓国さんとはちょっと、優遇措置はちょっとこのままでは与えることはできませんよと、通常の管理体制に戻させてもらいますよということを、やった結果、韓国の人たちは、徴用工の報復だわーみたいな感じで、日本製品不買運動だみたいな、ユニクロ買わないぞみたいな感じでカーッとなっちゃってるんですけども、冷静に考えると別に徴用工の報復とは全く別の関係で、報復でも何でもなくて、韓国さんが、適切な管理をせずに、売っちゃいけないところ、売ってはいけない国とかに、その日本の物資をこう横流ししてたみたいな、横流しして売ってたようなのが発覚して、そういうことだったらすいませんっていう形で、なんつうの、違反とか禁止とかじゃなくて、違反とか制裁とか禁止しますとかじゃなくて、ただ単に普通の状態に戻した。優遇してたのをやめて、普通、皆さんと同じ土俵の普通の状態に戻しますよ。韓国さん、ちょっとすいませんね。じゃあ、ちょっと、これからはちゃんと、普通常の手続きでやってくださいって言ったら、なんでそんなことするんだ、ふざけんなっていうことで、韓国さんが怒ってると。で、そもそも、韓国さんを優遇措置にしてる国って、ほとんどないそうです。アメリカ、なんつうんですか。日本以外でも、韓国さんを優遇してた国は、あるとは思うんですけれども、ヨーロッパとかは、韓国さんを優遇にしてなかったようで、だからそこに、その基準に、ヨーロッパと同じ基準に日本も戻したというだけの話です。だからもう、報復とか、徴用工とかと絡めちゃうと、韓国の人たちが、なんか煽られて、わーってなっちゃうかもしれないですけども、そこは冷静に見ないといけないと思います。だから、全く問題ない措置だったようです。日本のね、マスコミも、なんか、徴用工の報復だみたいな感じで、で、韓国の人たちが怒ってると。ちょっと、わちゃわちゃしてますけど、もう冷静に、韓国の人たちはルールを、破ってましたと。それで、韓国の担当者と、日本の担当者との、やりとりも、ここ何年かできてないと。韓国側が応じてないと。そういう国とはちょっと、うまくやっていけませんということで、通常に戻しただけなので、そこは、日本国民も、韓国の皆さんも冷静に、なってほしいなと思います。だからもう普通です。俺はもっと手ぬるいと思います。俺は手ぬるいと思います。だから、全然、普通だと僕は思っております。ということで、ちょっと説明を、補足説明をさせていただきました。ということで、後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。